ハーバート・ジョン・クリフォード隊員、ハーバート・ジョン・クリフォード隊員は、ナポレオン戦争中のイギリス海軍の将校であり、琉球海軍連動会の創設者だった。1818 18年には、日本海の大琉球島において話される言語の語彙を出版し、これは、数十年間、西欧における琉球語に関する唯一の最も重要な資料であったとされている。 クリフォードの父親のジョン・デューク・クリフォードはアイルランドのスライゴにあるクローンラーグからノバスコシア州のハリファックスに移住しエリザベス・クリフォード・クリフォードと結婚した。クリフォード大尉は翌年に生まれた。彼はジョン・ベック・ウィズ将軍と共にハリファックスグラマースクールに通った。1802年に海軍に入隊した。1805年2月23日。 HMS リアンダーに乗船していた時に、フランスのフリゲート艦を打歩した。HMS ブービカに乗り、フランスのフリゲート艦の打歩に参加した。ナポレオン戦争中、1809から1811年のモーリシャス作戦で戦い、イルド・フランス侵攻に参加し、イングランドへの伝令に選ばれた。1816年には、バジルホールと共に、 アマースト京の中国施設に赴いた。その後、1816年に琉球諸島に行き、辞書を作成した。クリフォードは琉球諸島への伝道会を創設した。彼はバーナード・ジャン・ベッテルハイムと一緒に仕事をした。彼はアイルランドのウォーター・フォードの沿岸警備隊長として27年間、66歳で死去するまで働いた。 作家パトリック・オブライアンは、小説、攻略せよ、幼少モーリシャスで、HMS ・ブーディカ戦場でのクリフォード隊員について、書いた。クリフォードは、ルト州ネーバルミッション、ザ・クレイムス・オブ・ルト州、オン・ブリティッシュ・リバーリティ、ロンドン、1850、ゴス・エディションを書いた。ありがとうございます。